私のチャンネルへようこそ JBN ONE VIEW。 氷川きよし、ソンクズで命がけ限界突破、語るボヘミアンラプソディーカバー自分らしさとは。歌手の氷川きよしさんが午後11時放送のNHK の音楽番組ソンクズに登場することが分かった。今年デビュー21年目を迎えた氷川さんが特に大切にしているという限界突破×サバイバーなどロックな3曲を披露。氷川さんは音楽やスタイル、心境の変化、自分らしさについて赤裸々に語る。昨年の紅白歌合戦で披露し大きな話題を呼んだ限界突破×サバイバーについて、初めてポップス作品で紅白に出場したのでこのチャンスをつかまなきゃと思って命がけで臨んだと言い、40歳を超え限界を突破しようと挑戦を続ける心境を明かす。ロックバンドクイーンの映画ボヘミアン・ラプソディーを見てボーカリストのフレディ・マーキュリーの人生に感銘を受けたという氷川さんがボヘミアン・ラプソディーを日本語でカバー。9日に発売する最新アルバム、パパロン、ボヘミアン・ラプソディーから最新曲、パピオンも披露する。他のたくさんのニュースも読む価値があります。氷川きよし、不思議の国の MV で王子様に、ブルーウィッグの氷川きよし風アリスも。歌手の氷川きよしさんの自身初となるポップスアルバム、パパロン、パピオン、ボヘミアン・ラプソディーに収録される。不思議の国のミュージックビデオ MV が YouTube で公開された。MV は不思議の国のアリスのような世界観で、氷川さんは王子風の衣装を着た姿とブルーのウィッグをつけてアリス風のドレスをまとった姿を披露している。氷川さんはこの作品は MV でもドレスで氷川きよし風アリスを表現したり、王子様のような衣装でマッドハッターに変わったり、行き来している世界を表現した不思議の国だなという世界観を持っている曲で、ロックの安心感のあるサウンドがすごく耳に心地いい初め曲です。と楽曲について説明。MV ではタキシードやドレスを着て、ブルーのウィッグをつけて、メイクもして、ちょっとアーティスティックな感じで曲の世界観を表現してみました、と語った。アルバム、パパロン、パピオン、ボヘミアン・ラプソディーは、に発売される。初回完全限定スペシャル版の A タイプは DVD と豪華歌詞ブックレットステッカーが付属され、価格は3545円。通常版の B タイプは豪華歌詞ブックレットステッカーが付属され、価格は2909円。または他のニュースも非常に興味深いです。キング・リンチェ・プリンスでディズニースペシャルメドレー TDR 乃木坂462回、同文氷川きよし渡辺直美直美。大晦日に放送される第71回 NHK 紅白歌合戦で出場歌手が東京ディズニーリゾート千葉県浦安市でディズニーの名曲を歌う特別企画紅白ディズニースペシャルメドレーが放送されることが分かった。人気グループキング・リンチェ・プリンス乃木坂46紅組司会で女優の二階堂ふみさん、歌手の氷川きよしさんを笑いタレントの渡辺直美さんが参加するする。メドレーでは、キング、リンチェと乃木坂46が星に願いを二階堂さんと氷川さんがホールニューワールド渡辺さん、キング&プリンス46が小さな世界を披露するする。第71回 NHK 紅白歌合戦は、白組司会を俳優の大泉洋さん、紅組司会を女優の二階堂さんが担当。総合司会は4年連続4回目となるお笑いコンビ、うっちゃんなんちゃんの内村照吉さんが同局の桑子真帆アナウンサーと共に務める。今年は初の無観客で開催される。今年の第72回 NHK 紅白歌合戦はどうなるのでしょうか？丸記事にリアクションしてみませんか？私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。